ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がフォルクスワーゲンティグワン R 2021年式11,300キロ、こちらの車両になります。待ってました。はい。はい、今回僕多分テンション高いそうですね。だから見てる方は、はい、なんでこいつテンション高いんだってなっちゃうんで、はい、まあ、あらかじめご紹介させていただくと、はい、僕が今仕事で使わせていただいてる車が、はい、ティグワン前期型の R ライン、はい、TSI、はい、でここに来て、はい、まあ、後期からこの始まった、はいはい、ティグワン R ですよ、もう、はい、う待ってましたっていう感じなんですけれども今日やたらとテンション高いですからね、はい、テンション高めにお届けしたいと思います、はい、後期から設定されたシングレードになるんですね。そうです、 R は後期からの設定になります、はい、で発表時は、フォーモーション4駆のモデルが R だけだったんですけども、はい、現在だと最近あのフォーモーションのガソリンの普通のモデルも出たということで、はい、あの4駆の特別っていうことはなくなっちゃったんですけど、そうですね、まあ、それでもこのエンジン、足回り、はい、タイヤホイール、はい、この内装っていうのは特別なんで、はい、まあ、その辺を重点的にご紹介させていただきたいと思います、はい、まずこれ結構専用パーツ盛りだくさんなんですね。盛りだくさんですね、はい、でまず外観、バンパーなんかもこちら専用、はい、そうですね、専用のエクステリアになってますね。この大きいなんか開口部に見えるこのデザインのバンパー、はい、ちょっと AMG の63っぽいなって思ったんですよね、はい、この辺ちょっとこう雰囲気がまさにそうですよね。このグワッと開いてる感じ、はい、唯一まあここも黒くなってるんで、はい、まあ、全体的にこう黒くなってますけど、ここボディ色だったらなんか本当に63バンパーみたいなって、はい、そのぐらい開口部が大きいバンパー、そして全部グロスなんですよね。グロスです。これ塗装じゃなくてプラスチックの素地のグロスですよね。グロスですね、はい、なんで質感がすごくいいということで、はい、あとエンブレムなんかも若干変わってますよね。違ってますね、はい、確か前期後期のそのタイミングあたりで、はい、フォルクスワーゲンとか、まあ、ドイツ他のメーカーもそうなんですけど、はい、エンブレムがこう一新されて、はい、なんかこうなんですか、シンプルな、はい、最近だとシトロエンなんかも新しくなりましたね。そうですね、はい、それを多分踏襲してるんだと思うんですけど、エンブレムなんかも新しくなって、あとヘッドライトの衣装もだいぶ変わりましたね。変わりましたね、まあ、かなりシュッとしたデザイン、はい、さっきあの下見で言ってましたけど IQ ライトっていう、そうですね、 IQ ライト、頭のいいライトになりましたね、まあ、最近欧州車軒並みそうですね、こんなのついてますけど、はい、こちらになってると。であと全体的なものに関しては、まあ、サイズ感だというところが大きく変わらず、はい、基本的には R ラインを踏襲したような、そうですね、なんでフェンダーもちょびっとだけで、はい、ちょびっとだけですそしてこれサイズがまたいいんですよね。サイズがもう絶妙だと思います、はい、これ都内とか、まあ、僕らも撮影でいろんなところ行かせていただくんですけど、はい、まずこのサイズで困ることがないんですよ。ないと思いますね、はい、よっぽどなんかあのパレットに乗せるタイプの、はい、あの立柱とかですね、立柱とかでもうギリギリっていうところが稀にあるぐらいなもんで、はい、まあ、普通に平行きの車両だったらまず困る、全然大丈夫だと思います、はい、でちなみにサイズご紹介させていただくと、全長の方が4520、はい、全幅の方が1860、はい、そして全高の方が1675ということで、はい、通常のモデルより1センチだけ下がってますね、はい、方が低い。ただこれ数字だけ言われると多分皆さん いまいちピンとこないと思うんですけど、はい、GLA よりちょっとだけ長い、はい、ちなみに GLA が4440なんで、はい、本当にちょっとだけ長いというふうにイメージしてもらうと、まあ、おおよそのサイズ感が伝わるんじゃないか、なんとなくわかると思いますね、はい、ただこれめちゃくちゃ中なんかは逆に広いんですよね。そうなんですよ、だからこのサイズ感で多分これだけ取れてるのかなっていう感じはしますよね、はい、これできれば実写をぜひ見ていただきたい。そうですね、はい、この不思議なサイズ感、はい、そうですね、これ割とコンパクトなボディなのに中広々っていう、はいはい、あともう一個いいと思うのは、はい、フォルクスワーゲンってやっぱ嫌味ないじゃないですか。嫌味ないですね、はい、GLA だと、はい、GLA とはいえ、はい、メルセデスじゃないですか、はい、やっぱりあベンツでそうですね、なるじゃないですか、はい、なりますね。それがなく、はい、この装備の良さと、はい、この走り、はい、この後紹介しますけど、はい、これめちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、はい、そして前置きがなんかなりましたけど、はい、足元の方がなんと21インチ到着。そうなんですよ、なんかすごいサイズだなと思って。専用ですよね、R 専用ですね、はい、通常モデルだとオプションでも設定がない。ないですね、はい、21っすよ。21なんですよね、コンパクト SUV で。いやそうなんですよ、こんな大きなのついてるんだって最初思いましたもん、はい、この迫力の。そしてタイヤの方が25531投資ということで、はい、8.5J、はい、これ今回の車はハンコックのタイヤ、はい、これ物によってはなんかスコーピオン入ってる車もあるみたいで。そうなんですね、はい、なんかその辺でレビューはもしかしたらちょっと違うのかな、違うの可能性ありますかね、はい、割とこう硬さを感じるっていうレビューが多かったんですけど、はい、まあ、新車装着のタイヤが、複数あるみたいな。そうですね、まあ、今回はここの車でちょっと乗ってみたいと思います。そうですね、でローターもググッと大きくなってますね。大きいですね。
あの今撮影者で使わせていただいているローターのサイズ感でいうと 1.5 倍ぐらいになっている感じのでっかいローターと、あとおなじみのこの片押しですけどブルーのキャリパー、はい、ワーゲン系の、トップレンジだとやっぱりこのブルー定番、ブルーそうですね、定番になりますね。 R ロゴの入っている、こちらのブレーキになっております。そしてサスペンションの方が DCC、はい、ダイナミックシャーシコントロールかな、はい、間違えたらすみません、はい、電子制御の足回りも入ってますので乗り心地のコントロールなんかもできると、はい、そしてあとはこの辺なんかも R のブレードが入ってたりとか、あとはドアなんかもこの辺も僕好きなんですよね。そうですね、なんとなく、はい、こうドアパネルがついてる、はい、最近 SUV なんかでもこうつるっとしてるの多いじゃないですか。そうですね、そのまま落ちちゃってるの多いですけどね。このパネルがついてるのが割とこう SUV らしく、そして、専用のクロームのパッケージも入ってるということで至る所にクロームパーツもついてる、はい、そしてミラーなんかはワーゲンアウディ、はい、割と定番のこの、ね、はい、上のグレードになってる、マットのこのシルバー、はい、この辺になっております。そして使いやすいこのルーフレールもしっかりついてて、はい、あとはリアも同じく21インチということで、そして R になるとリアもベンチディスクになるんですよね。そうです。そしてローターも結構大きい気がします。調べたんですけどローター系は、はい、出てこなかったんですよ。あ、径自体は出てないんですね、はい、多分 TSA より大きくなってる、なってます。そしてキャリパーも当然ブルーのものが入っていると。そしてフォーモーションなんで、基本 FF の車ですけど、はい、ちゃんと 4V になってると、はい、そして後ろに回っていくと後ろの印象も若干変わりましたね。若干変わりました。テールランプの中も少し変わって、そうですね、中のデザイン変わってますよね。前期も結構凝ったデザインでした。凝ってましたよね、はい、僕車検場に持ってったら、はい、検査員に、はい、あれこれ車外テールランプですかって言われたぐらいいやいやいやっつって、そこからさらに進化してこうちょっと幾何学模様が入ったようなこちらのテールランプ、あとはこの2段重ねのルーフスポイラーですね。そして R のこのエンブレムってここにつくんですね、はい、いやそうなんですよ。最初これ誰か後から貼ったのみたいな一瞬思ったんですけど、はい、ここでした。ここか、はい、まあ、ここかっていう感じかと思ったら、はい、なんとここにつくという、はい、そしてリアのバンパーの衣装もこれ専用のものか、専用ですね、はい、専用のものがついて、これ写真で見たらびっくりしたんですけど、はい、このリフレクターがつながってるんですね。つながってるんですよ。あの最近あのテールランプがつながるのトレンドじゃないですか、はい、ワーゲンそこ乗っかってこないなと思ったら、はい、リフレクターつながってました、ね、リフレクターはしっかり乗っかってきてつながってると。だからこれ写真で見ると、はい、結構赤く見えるんで、そう、あ、そうなんですよ。写真だと多分こう光っちゃ反射しちゃうんですよね、はい、これ実写見ると全然気にならない、全然こうワントーン落ちてると思いますので気にならないと思います。テールランプも少しこうスモークがかかってますけど、それよりさらにワントーン黒くなってるんで、はい、あんまり実写は目立たない、目立たないと思いますね、はい、そして専用のクロームのデュアルの4本出しのマフラー、はい、はい、こちらがついております。じゃあ続いて中も見てみたいと思います。中がまたいいんですよ。いいですね。まず専用のナッパレザーシート、はい、この R の刺繍入りの、はい、そしてステッチもこのブルーの、はい、これいいですね、おしゃれ。これそうですね、あのポイントがあっていいかなと思います。でナッパレザーだと割とこう何ですか、ちょっと薄いレザーのパターン多いですけど、はい、そうですね、結構しっかりした感じのレザーなんで、はい、まあ、耐久性もかなり高そうな感じ。そしてこのサイドサポートの内側と、座面のこの内側のところだけはこのカーボン調の、はい、そうなんですよ、レザーというか、これもまたちょっとおしゃれですよね。これいいですね、はい、こんなシートになっております。そしてあとはステアリングだったりだとか、はい、この辺も専用。これもう車外じゃないですか、なんか車外っぽいですよね、ビジュアルが。そうですね、標準のものよりかも少し太くなってて、はい、握るところがパンチング、パンチングって言ってもちょっと穴は小さめですね。そうですね。そしてブルーのステッチとあと青いアクセントも入ってて、でパドルも大きくなると、はい、標準のやつはパドル結構ちっちゃい、ちっちゃいですよね。そして後期なんで、まあ、この辺が全部一新されているということで、はいはい、そしてメーターの方も後期から一新されたメーターになっています、はい、あと R なんでもう装備はとにかく充実しているということで、はい、まあ、いろんなものが全部標準でついてくる。ついてますね。続いて乗ってみたいと思います。ドアシルも専用のこの R ロゴ入りの、はい、そうなってますね。ちなみにカーテシーも R ロゴにしっかりなっていると、はい、抜かりないですね。そうですね、もう。そして今回の車はマットは車外のものが、そうですね、はい、車外に入っているということで、これ純正もあるんですよね。純正もあります、はい、乗ってみたいと思います。もうこの乗った感じ見慣れた光景としてそうですね、はい、もう馴染みがありまくりの、はい、シートですけども、シートも割とホールドもある程度あるんですけど、そうですね、窮屈な感じは全然ないないですね。そしてパワーシートになってて、はい、
調整に関してはスタンダードな感じですけど、ランバーサポートもしっかりついてる。でこれなんと助手席も、助手席もですね、はい、同じものがついてるということで、でメモリーも、メモリーこれ上向きいいっすね。そうです、見やすくて、あの横とかだとちょっと確認しないとならないんですけど、もう本当すぐこうセットとかできると思います。これあの家族で共有される方なんかもかなりいいんじゃないかなと思います、はい、そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、これボタンはあの、はい、正直言っていいですか、はい、押しづらいっす。押しづらいんですよね。これ前期の方が押しやすかったですね。こんな感じで R ボタンがついて、あとはもうタッチに近くだったのかな。そうですね、はい、まあ、一応押すこともできるんですよね。なんかちょっとその物理的なところとタッチ的なところがなんか複合しちゃってるような感じですかね、はいはい、そしてこの辺なんかもフォーメーションはおおよそちょっと違うですね。 R ボタンがついた関係でこの辺のセットとこのここのフォーメーションが少し違うんですけど、なんだろう、なんて言えばいいんですかねこれ。ちょっとあんまり押した心地がないというか、そうです、ね、はい、タッチなんですよ。そうですね。ただステアリングヒーターがついてるということで。そうです、ステアリングヒーターまでついてます、はい、しかもこれが3段階のステアリングヒーターついてても調整できないのもたまにあるじゃないですか。ありますね、はい、これ調整できるのだいぶいいなっていう思いました。そしてメーターの方はデジタルコックピットプロ、はい、これバーチャルコックピットに統一してくれないかなっていう。そうですね、ネーミングを。まあ、この辺も前期と違って両サイドがこう隠れてこうメモリがついてるんで、まあ視認性は良くなったかなと。だから表示できる範囲が少し狭くなってるんで、この辺は賛否あるようですが、僕は全然いいなと思います、はいはい、この辺ナビなんかもできますし、まあ、あとは車のインフォメーションなんかも全部出せると、めちゃくちゃ便利ですよね。そうですね、はい、こんな感じになってると。そしてヘッドアップディスプレイもなんとついてございます、はい、不要であればこの手元のボタンで、はい、しまうこともできちゃうと。調整もできますしね。調整もできます、はい、であとはナビに関しては、これ前期の後半のモデルとおよそ一緒ですよね、はいはい、そうですね。ただその辺も少しだけ新しくなってて、表示項目が増えてるのと、あ、ショップとか増えてますね多分。そうですね、その辺が多分なかったと思うんですよね。あとアシスト系もこれ表示が多分違うんじゃないかな。であとこの辺カープレイも、カープレイ、そうですね、はい、そのまま使えますんで、かなり使い勝手はいいんじゃないかなと思います、はい、ただ僕らが撮影使わせていただいている車両もそうなんですけど、はい、指紋が結構目立つんですよ。そうなんですよ、結構触ってこれ電源切ると分かるんですけど、結構ペタペタ残りますね。そうなんですよね、はい、表示されてる時はまだいいんですけど、はい、電源切った後にこう、そうですね、指紋が目立つんで、はい、その辺がマイクロファイバーかなんか、はい、ドアポケに多分必須になってくるみたいな、ね、あともしかしたらフィルムがあると思うので、あの指紋つかないフィルム多分あると思うので、つけてもらった方がいいと思いますね。そしてエアコン周りはこんな感じで、ここも一新されましたね。ここも変わりましたね。そしてシートヒーターついてるんですよ、はい、ついてます。最高じゃないですか、はい、そしてエアコンもシンクロ付きで、はい、ただ操作に関してはまだエアコンは割と、まあそうですね、はい、そんなに違和感ないんじゃないかなと思うんですけど、個人的にはボタンが良かったなってちょっと思いましたけど、この辺は別に使い勝手はそんなにむちゃくちゃ悪くはないですけど、はい、そしてここ、はい、タイプ C になりましたと、変わりましたね。ここのスペース、はい、めちゃ便利なんですよ。ああ、そうかもしれないですね。乗って、はい、こう携帯置いたりとかポーンとか置けますからね、はい、そうなんですよ、ここめちゃ対応してます。そしてシガーソケットも、はいはい、そして 2系統あるのもいいんですよね。そうですね、僕ら結構車でいろんなあの機材充電することもあるんで、はい、充電しますもんね、この辺使ったりだとか、はい、トランクのシガとありますね、はい、その辺なんかも使ったりするんで、ここかなり便利かなと。そしてこの辺はおなじみかなと、はいはい、オートホールドもついてますし、はいはい、あとはモード切り替え、はいはい、そこを押していただくと切り替えます、はい、コンフォート、スポーツ、レース、カスタムで、カスタムを押してもらえばこんな感じで細かく DCC、ステアリング、ステアリングがプログレッシブステアリングでしたっけ。そうです、プログレッシブステア、これアダプティブステアに統一してほしいです、これも名前をこの辺も全部調整ができると、はい、だとドライブ、エンジン音、ACC、オードライトなんかも全部この辺が細かくできると。で、ここ入れたものをこのここでも切り替えができちゃうと、はいはい、そしてここら辺も走りのモード切り替えですね、スノーと、はい、オフロードと、はいはい、あとはエキスパート、エキスパート、あとヒルディセントもついてるんですよね。ついてます、ついてます、はいはい、そしてドリンクホルダーこんな感じで、この小物入れにもなって、ボタンを押すとこれ、これすごい便利なんですけど、これ便利ですよね、はい、しまうのがちょっとちょっと重たい重たいですよねただめちゃめちゃ便利です、はい、この辺は、はい、こんな感じになっております。そしてあとはこのアームレストなんか、はい、こんな感じで割と深さもあるんで、はい、この辺もかなりおすすめポイントです。ちょっと出せるんですよね。これ出せるのこれ便利ですよね。そしてこの中途半端な高さにもできるということで、はい、使
使い勝手めちゃいいんですよ。いいですね。言ったらこれドイツのもう伝統的な市民の足、ゴルフからの派生じゃないですか。そうですね、はい、もう使い勝手悪いはずない。ないですね、はい。でそこをプラスしてご説明させていただくと、もう収納がめちゃくちゃ充実してるんですよね。本当国産みたいですよね。いや本当っすよね、はい、ここもそうだし、まあ、ここはまだあるじゃないですか、はいはい、アウディとかよくついてるじゃないですか、はい、ここもついてるんですよ。そうですね、はい、なかなかないですよね。ないっすよね。こんだけでさらにこう天井にもついてるんですよ、2個。完璧です、はい、ただここは僕らも使ってません何を入れていいのか。そうですね、ちょっと中途半端というか、はい、まあ、本当サングラスホルダーとって感じですもんね。そうですね。そしてこのファンシートになってる関係か分かんないですけど、シート下の収納はなくなっちゃってるんですよ ね、はい、ただグローブボックスだったりも割と広々ですし、はいはい、ただこのディスクは入らなくなっちゃったんですね。そうです、ディスクがなくなっちゃったんで負担になっちゃってますね、はい、はい。この隣が ETC、はい、そして収納の続きでいくとドアポケとかも意外に大きいんですよ、はい、だからペットボトルとかも普通に入っちゃう。入りますね。そしてちゃんと中にフェルトが貼ってあるんですよ。貼ってあります。これいいですよね。正直、はい、質感高くないじゃないですか。な、高くないですぶっちゃけ、はい、ゴルフからの派生なんて、はいはい、この上のもっと上の高級車みたいなレザー張りですよとかっていう感じじゃないじゃないですか、はい、でもフェルト貼ってあるんで、はい、中この割と硬いもの入れてても音出ないし、音出ないですよね。ペットボトルも全然入っちゃう。この大容量はかなりおすすめポイントです、はい、ただ一点、そうですね、日頃使ってる僕らから、はい、デメリットをご紹介させていただきたいと、このドアポケのこの奥に絶妙な隙間があるんですよね。手前の奥って言うんですかね、はい、ここに物が入っちゃって行方不明になる。ちなみにうちのカメラマンはここの隙間にあの財布が入って行方不明になって、はい、大騒ぎっていうのを何回かしてます。なんでドアポケのその使い方だけはちょっと注意かな。ただ全体的には本当に収納も多くてかなり使いやすいです。そしてペダルも広々なんですよ。いやいや、ペダル結構その位置っていうか広いですよね。本当にフットレストも大きいんですよ。大きいです、大きいです。この僕の足でもバカって普通に置ける、はい。そして何度もご紹介させていただいてますけど、このアクセルペダルのここの出っ張り、はいはい、伊藤さんも分かります？これあれですね、入り込まないようにするためじゃないですか。え、そうなんですかね。いや、例えばそれがなかったとすると、アクセルペダルその位置ですと靴入っちゃって抜けなくなることもあるじゃないですか。もしくはまあフットレストとして使ってもいいのかなと思うんですけど、オートクルーズとかしてるときに確かにここの隙間を埋めるためって言われると、はい、それしっくりきます、はい、かといってここ全部出しちゃうとこうスペース大きくなっちゃいますから。そうですね。でこれフットレスト使っていいかどうかわかんないですけど、はい、ちょうど ACC ついてるじゃないですか、はいはい、めちゃ便利なんですよだと思います。それ ACC ついてる車って、はい、右足どこ置くか迷子になりません？そうなんですよ。こうやって中途半端に刺されてるのかなりますよ、ね、どうしようってなりますかね。こうしとくべきなのか、はい、こうでいいのか、はい、まあ、本来はブレーキこう踏めるように構えておいた方がいいのかな、ね、とかも思うんですけどね。めちゃ便利なんですよと思いますそれ、はい、で僕らあの大阪店とか名古屋店行く機会が多いんで、はい、新東名めちゃめちゃ移動するんですけど、はい、これあるなしで全然楽さ違うんですよ ね、 もうあれですね、ティグワンから乗り換えられないですね。じゃあね、いやティグワン本当に人乗せてもいいねこれって言われるんで乗ってもらっても後ろに乗ってもらってもいいねこれって言われる。後ろ乗ってて楽ですよね。そうなんですよね。こんな足元になっております。そして先ほど店長ちょっと触れましたけど、このプラスチックのタイプのピラーと、はい、あとファブリック の天井と、はい、この辺の質感は正直そんなに高くないです。そうですね、はい、ビニールっていう感じなんで、はい、本当に実用性を取ってるなって感じです。そして今回の車はレーダー探知機が、はい、そしてドライブレコーダーも、はいはい、ついているということで、はい、後から買う必要もないような仕様になっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、この後ろの席の素晴らしさを板尾さん、はい、伝えていただいてもいいですか。まずまあこうもうパッと見ちょっと足元広いなと。そうなんですよね、はい、これいろんな資料を見たんですけど、はい、バリアントよりホイールベースが5ミリだけ長いらしいんですよ、はい、けど、はい、内装に関してはもっと全然広いんじゃないかって書いてあるのが、はい、うん、もう本当広いと思います。もう一個上のパサードぐらいのなんかスペースがあるんじゃないかって書いてあるのが、はい、ぐらいなイメージですよね。ちょっと見てみますと乗っていただいて、はい、ちなみに今フロントの座席は全然こう見え張ってるポジションじゃなく、いや本当広いです。もっともっと下げてもらっても全然大丈夫なぐらいです、ね、はい、普通のポジションです、はい、でシートもまたこのなんていうんですかね、あの本当程よい硬さ。そうなんですよね、こう本当にちょっとこう沈んでくれてこう入り込むような感じなので、すごいこういいソファーに座ってるのかなってちょっと思っちゃうぐらいな感じです。
で、あと、まあ、こういうクラスってあんまりないんですけど、リクライニングが3段階ぐらいしてくれるんで、思うんですけど、はい、あのリクライニングが普通の車より、はい、こうしてる気がします。そうなんですよ。で SUV のリアシートって割と直角に近い車多いじゃないですか、はい、まあ、今これ真ん中だと思うんですけど、それぐらいですよね、はい、普通このぐらいだと思うんですよね。で1段下げられるので、そうするともう本当にちょっとこのまま少し寝てもいいかなぐらいの感じにはなると思います。やっぱり長距離ですと姿勢変えたくなっちゃうと思いますので、これはすごくいいかなと。であとまあ収納、さっき話してたんですけど、後ろもすごいポケットが大きいので。そうなんです、僕らあのガムテープ入れたりとか、はい、マイクロファイバー入れたりとか。いや本当にもうそのくらいのものがズボッと入るのと、あとここにここにもあるんですよ。そうトレイがあるんで、これめちゃ便利なんですよ、ね、ちょっと財布とか、はい、携帯とかポンと置いておくことも全然できるのかなと。あと何しろ上が高い、広々、ヘッドクリアランスが本当にあるんで、ここもすごく圧迫感がなく、はい、乗ってられるかなと思います。本当に誰乗せてもびっくりされる。そうですよね、ティグワンいいじゃんいいじゃんってなりますよね。そして、まあ、肘掛けアームレストは、まあ、正直ちょっとペットボトルっていうか、あのドリンクホルダー的なのがちょっとあるだけで、はい、あとはちょっと引き出しとかはついてないですね、はいはい、装備に関して言うと、はい、3ゾーン3ゾーンになってます。そしてシートヒーターと、シートヒーターと、はい、これあの別に R ライン、 R ラインじゃない R だから特別ついてるっていうわけじゃなくて、はい、あの標準の TSI とかでもついてる車もあるということで、はい、めちゃいいじゃないですか。はい、めちゃめちゃいいです。そして足元のスペースも広々、本当広々で、本当にあの足の先がこう投げ出せるというか入るんで、でここにポッケもついてます、 ね本当これこそ本当携帯とかこう入れといて、そうですね、ピクニックテーブルこそないですけど、ないですけどね、めちゃめちゃ使い勝手が、使い勝手ですよね。だこの辺うまく作ってますよね。ただ一点だけ僕、はい、あの物申したいというか、はい、あのもうちょっと頑張ってほしかったなと思うのは、はい、5人乗って真ん中に座った時、はいはいはい、座面と背中が異常に硬いんですよ。ちょっと待ってくださいね全然違う、この両サイドと真ん中のこの、そうですね、はい、ここがやっぱ硬いですもんね。そうなんですよね、はい、だからそこは格差を感じてしまう、はい、そうですね、ここは全然違います、はい、4人家族だと OK だと問題ないですね。5人家族だと真ん中の方がちょっとかわいそう、ちょっとかわいそうですかね、感じがします、はい、こんな感じのリアシートになっております、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクの方が後期からこのパーテールゲートが標準になったということで、標準になりましたね、こんな感じになっております、はい、そして、トランクの容量の方が615リッター、はい、シート倒していただけると1655リッターということで、はい、大容量でございます。大容量ですね。だから僕らあの仕事だったりに使わせていただいてますけど、はい、もう荷物めちゃめちゃ詰めるんですよ。そうですよね、はい、そしてこの絶妙な調整ができるのも伊藤さん知ってます。このリアの座席がスライドするので、はい、あ、それちょっとスライドしますよね。そうなんですよ、はい、なんで少しだけ中物をシート倒さないで積んだりとかっていうのもめちゃくちゃ便利ということで、あと確かこのトレイも1段下がりましたよね。確かああその下に、そうですね、下に、はい、そしてこの横も取れるんですよ。そうですよね、なんかいろいろちょっと、はい、この便利さあります？ね、なかなかないですよね、はい、そして下の容量もめっちゃ広いんですよ。そうですね、2段で使うんだったら本当にこんな感じで、結構高いものもこれ今入ってましたけど、でさらにこれも固定ですよね、はい、はい、なんか出すんじゃなくて、はい、ここに引っかかるのがついてるんで、これだからこれいいですよね。これすごい考えられてるなと思ったんですよ。だからでいちいちあのこうフック引っ掛けてとかめんどくさいじゃないですか、はい、この辺すごい便利だなと。そしてあの恥ずかしながら最近気がついたんですけど、はい、ティグは後ろにコンセントついてるんですよ。あ、そう、100V 150W でしたっけ。 100V です、はい、普通の家庭用のコンセントついてるんですよ。そうですよね、 150W ですよね、はい、で反対側には普通のシガーもついてるんですよ、はい、こっちが、はい、この辺本当になんかキャンプ行けるじゃないですか。いや本当にすごいっすよそして後ろからちゃんとシートも倒せるんで、はい、この辺の使い勝手はもう申し分ないんじゃないかなと。ないですね。じゃあ続いてエンジンルームご紹介させていただきたいと思います、はい、で紹介の前にすいません、所持証でちょっとエンジンのカバーがないんですけど、今ちょっとないんですけど、これはご納車の際には、はい、ちゃんと取り付けしてご納車させていただきますので、はい、
そしてエンジンの方をご紹介させていただくと、はい、1984cc、はい、直四ターボ、はい、これがなんと320馬力ということで、はい、そうです。およそベースモデルの倍、倍ですね、約、はい、そのぐらい出てるということで、はい、トークの方が 42.8kg、はい、そして、これに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、はい、前期が、もちろん R ないんですけど、標準6速のところ、はい、もう1速増えて7速になって、はい、で後期全部7速なんですけど、これ専用のギア比になってるみたいです。あ、そうなんですね。それはあるだけ、はい、まあ、当然パワーが出てますからね。まあ、そうですよね、はい、はい、まあ、単純パワーだけ出してってことじゃなくて、その辺の調整なんかも全部されてるってことで、はい、でエンジンの方はもうこれ R はもうおなじみのやつですね、はいはい、ゴルフの R なんかと共通のものになってるってことで、はい、ターボエンジンの中では結構ハイコンプな、ハイコンプですね、ターボ、はい、ターボだとどうしても圧縮下げて、そうですね、こう下級してっていうタイプが多いみたいなんですけど、はい、ターボエンジンの中では割とハイコンプなエンジンになるんです。でその辺の関係で、まあ、可変のカムだったりと、はい、あとエキゾースト側のカムに関してはリフト量なんかも、はい、2パターンあって、はい、可変できるようなそんな仕組みが入っているそうです。そしてやってまいりました、フォーモーションですよ。フォーモーションですね、はい、これが基本的には FF、はい、低負荷時は FF ということなんですけど、はい、高負荷時になると50対50まで持っていけるような、はい、まあ、基本的にだから FF でリアをサポートするような、そうですね、はい、ラスサポートで使っているようなそんな仕組みみたいです、はい、ただ左右に関しては、はい、これトルクベクタリングで左右に関しては100-0、はい、0-100 ができるようなシステムになっているので、4駆がまあ頭いいらしいです。いいですね、はい、いろんなレビュー見ました、はい、そしてあとは、パフォーマンス的なものでいくと、なんと0-100 4.9秒ということで、です4.9秒、めっちゃ速いじゃないですか。速いですね。コンパクト SUV ですよ、はい、このクラスで、はい、でちなみになんですけど、これマカンより速いらしい。マカンより速いらしいですよね、はい、あの V6 のスタンダードのマカンが0-100 6.4秒らしいんですけど、はい、それよりも圧倒的に速いということ で、はいですね、はい、なんとマックス250キロです、はい、これってだから他ないと思うんですよね、はい、ないですね。このパッケージの車って、はい、まあ、もちろん他の国のメーカー、国産含めいろいろあると思うんですけど、はいはい、それこそアウトバーンを200キロ以上で走れて、はい、これだけこう快適に日常使いできるこのサイズの車って、はいはい、もしかしたらこれないんじゃない？ないと思いますね。多分今まで僕らもいろいろ紹介したり乗らせていただいたりしてますけど、ちょっと違うなって乗ると思います本当に、はい、もっと車格が上の車だってあると思う。そうなんですよね、はい、日常使いできて、はい、これだけなんかこう走りと、はい、そういったものに振ってるっていうのは、はい、かなり飛び抜けた存在になるなると思います。で気になる走りに関してはこの後、はい、乗ってみたいと思います、はいはい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう行きましょう。あるあるでこのこれついてるじゃないですか、はい、はいはい、ジェスチャー、うん、はい、これ反応が微妙だったり、はい、ちょっとこう手が行った時だけ動いちゃったりとかしますよね。これオフっといた方が僕ら的には使いやすいです。そういうことですね、はい、おすすめですね。あとこのボタン、はい、これ優しく押さないと、はい、これグッと押しちゃうと、そうですね、なんかドゥルドゥルっていっちゃいますよね。なっちゃうんですよね、うん、ここが慣れないと、だもしかしたら慣れればこの辺もかなり使いやすいかもしれないです、はい、だ前期から乗り換えると、はい、結構違和感、操作に違和感あると思います。だ慣れれば多分いいんじゃないかなっていう気がします。ちなみにコンフォートにすると緑色、
はい、アンビエントも緑色になって、はい、この辺も緑色になって、レースにすると青くなったりとか、はい、その辺なんかのギミック、はい、参りましょう。はい、ちょっとじゃあせっかくなんでコンフォートからいきます。いやいいな、うん、ブレーキすっげー効くんですけど。ブレーキ効きますよねこれ。こんな違います？ブレーキめちゃ効きますよ。ちょっともうあれですね、普段から乗ってる人にやっぱり運転してもらうのが一番いいですね、こういう時は。前期の TSI ですけどねそうですね。あ、車スムーズ、めちゃめちゃ軽くないですか、進みが。軽い。うわ、出足めちゃいいっすよ。出足全然違うんですよ。あとこれ PP 音少し気になりますね。そうなんですよね、っていうこのオルタネーターノイズみたいなのが出てますよ。うわぁ、もうレバー類の操作一緒っす、ね、アイドリングストップはすっきりっす。いいなぁ。メーターやっぱり少しちっちゃくなってる分、この表示できるところは狭くなってる気がします。出足めちゃいいな、やっぱり2リッターと違うんすね。しかも前期 1.4 リッターなんですよね。そうですよね、後期 1.5 リッターなんですよね。うわ、出足めちゃいいわ、車はものすごいパワフルでスムーズです、はい、スムーズなんですよ。だおそらく出足とかその辺はリアの介入があるんだと思います、はい、で車積んじゃえばもっと FF 寄りになるんだと思うんですけど、はい、車がこう前に出る感じが、 FF だとどうしてもこう引っ張られてる感じしますけど。そうですね、しますよね。多分スタート時は四駆の介入が入ってるみたいで、出足がこう車が全体グッて巻いてる、ね、グッていきますよね、そのまま。これいいな、良すぎますほら、これミッション灯とかトルクがあるとかそれだけじゃないですね、四駆の違い結構偉大ですね。大きいんですかね多分。そして21インチはそうですね、低扁平ならではのこの、そうですね、ありますね、若干少し硬さは感じます、はい、足はよく動いてる感じがします、はい。ただこの急な入力に対してはやっぱりこう普通のバネサスと電子制御のショックなんで少しやっぱり感じます。それはもう全然全然嫌なあれじゃないですか。そうですね、全然呪いはしてる、すると思います。ただ個人的な要望を言ってよければ、はい、21はオプションにしてほしかったですね。そうですね、21までいるのかなっていうのはありますね、はい、20スタートでどうも入りそうなんで、スペース的にも、はい、20スタートで21オプションとかの方が良かったかもしれないですね。このみんなにこう21インチを強いるのはちょっとどうなのかなって思ってしまいましたうわ、すっごいパワフル。ステアリングもいいんですよね。やっぱりドイツ人が作る大衆車半端ないですね。そうですね、ゴルフも。いや、もう本当そう思いますよ。これすごい。早速ちょっとレースでいいですか。終始レースでいいですか。全然いいですよ、レースで。あとステアリングのちょっと若干太めなのも、はい、特別感はあっていいですね。あとはもう一個だけ言っておければ、はい、ちょっとナンバーの台座がかっこ悪すぎないですか。そうですね、あれカメラがあそこついちゃってるんですね。そうなんですよ、てっぺんにカメラがついちゃってるんで。本国とのちょっと違いわかんないですけど、はい、ただカメラのポジションが割と高めなのはいい気がします。あ、そうですね、ちょっと高めですよね。あのバンパーの真ん中とかについてるやつよりかは割と視界がいいんで、はい、この辺があれですよね。間違えた、こっちか、はい、あ、これが360度が出せないんですよね、走行中は。そうですね、走行中だと、はい、このサイドのカメラですね。そうなんですよ、360度もついてるしめっちゃ使い勝手いいんですよね。あー、これ結構な音しますね。結構な音するんですよ、レースだと。バルブが開いて、これ音作ってますね多分。いや、音作ってますよこれ。そうですよね、はい、V6 ぐらいな音作るんですけどでもパンパンは言わないんですね。パンパン言わないですね多分。そうですね、言わないです、言わないですね。これすげえ。あとは高いっす。そう、お値段がそうなんですよね。
でもそれに見合った価値はある気がします。そうなんですよね。だからこれはこれ、まあ、約700万ぐらいでしたっけ、はい、それに対してじゃあこの質感とこの走りとってこう比べていくと、そうですね、まあ、お客様によってはちょっとあれってなっちゃうのかなと思います、ね、中古車市場で700万って言ったら、はい、もっと質感いいやつっていくらでもあると思います。ありますね、はい、エンジンももっと振り切れてる車とかもあるんですよ、はい、そうですね、まあ、何せ車の弾数が全然 R がないので、はい、全然下がってないですもんね。下がってないですね。これはいいっすよ。でもこの間あの車系のニュースになってましたけど、はい、ゴルフもこの先どうなるのかって、はい、もう完全に電動化にシフトしてるじゃないですか、はい、だそろそろゴルフもガソリンのやつ終わって、はい、ワーゲンだと ID シリーズでしたっけ、はい、ID でしたっけ、ね、はい、あれシリーズに切り替わっていくんじゃないかっていう、ね、これいいな。ヘッドアップディスプレイは正直なくてもいいかなって感じしますけど、でもこれも使ってみると結構違うのかな、はい、高さ調整もできて、いやこの出足の良さはびっくりしたっす。そうですね、出足めちゃめちゃいいんですよね。正直 1.4 前期だと、はい、こういう何ですか、道路にこう出る瞬間とか、はい、一歩ワンテンポ遅れるんですよ、やっぱり、はい、トルクが細いのと、はい、全然なんですもん。いいですか、どうぞ。はいえあでもこれマフラー音はちょっとわざとらしいですね。そうなんですよ。いやでも全然軽快、車が軽い。これはいいっすよ本当にもう圧倒的に高速を楽に巡航できるイメージができましたもんね。これで一回名古屋行ったらもうダメですねきっとね。そうですね、これで名古屋行っちゃったら多分次から乗れないっすよ今までの。やっぱり2リッター300馬力あると圧倒的ですよね。そうですね、僕らドイツ行った時にディーゼルの Q3 貸してもらって、はい、レンタカーで、はい、走ったんですけど200キロきついっすもんね。ああそうですよね、はい、まあ、もちろんその日本だとそんな出さないですけど出すことないですけどね、はい、多分そのぐらいのエンジンスペックだと多分200ぐらいが頭打ちなんですよ、ね、はい、はいはい、そうですね。でこれ250マックスだから、はい、200巡航多分楽勝だと思うんですよ、はい、これでちゃんとそれに伴ったブレーキとかもついてくるじゃないですか。ついてきますね。だからティグアン標準などとガンガン走るとブレーキとかもちょっと心もとないなってもちろん聞きますしちゃんと思いますけど、はいはい、感じしますけど、これその速度レンジで使っても全然圧倒的なこの安心感としっかり止まるし、ワーゲンやっぱりすげえな。さすがこう大衆車のベンチマークと言われるゴルフを作ってるだけありますよね。ありますよね。すごい、ステアリングも素直だしめっちゃトルクある。うわ本当にスムーズ。あそうなんですよ、まさにこういうだから出る時とかに、そうですよね、こうもう踏んだ時ですよね、うん、スーッといけるかどうかって結構大きいですからね。いやーこれはいい。でこの辺競合する車って、はい、最初にも言ったその GLA とか、はい、あとはどの辺ですか、アウディとか。そうだアウディになっちゃうんですかね、 Q3 とかそのあたりじゃないんですかね。それぞれちょっとこう、はい、個性が違うじゃないですか。違いますね。その中でも結構光ってると思うんですよ。光ってますね。これだけなんかこう本当に実用性に振って、はい、余計ななんか装飾あんまりしないないですよね。今乗らせていただいてるティグアン、はいはい、選んだ時も別にどうしてもティグアンがいいって言って買ったわけじゃないんですよ、はいはいはい、要はその、まあ、機材積みます、はい、まあ、高速移動多いです、はい、で、まあ、いろんなその、まあ、黒じゃないといけないとか、はい、まあ、予算がいくらだとかっていうんで、はい、まあ、ティグアンが、まあ、一番当てはまるかなっていうんで、はい、まあ、ティグアンにしまったんですよ、はい、会社の車を、はい、そう思いのほかよくって、はい、うん、まあ、もちろんそのエンジンの部分だったりとか、はい、まあ、ちょっと不満というかもうちょっとあったらいいなって思うところあるんですけど、はい、乗るとびっくりしますよね。だからそうですね、
こんなに良かったんだ。いや、本当によくできてると思いますよ、敵は。だから買ってから、はい、あの家の車に欲しいなと思いましょう。あー、確かに、まあ、家の車これだってめちゃくちゃ良かったなと思って、はい。足はやっぱりレースにすると特に、はい、そうですね。だコンフォートで使えば街乗りいいんじゃないですか、はい、でも20かもしくは21だったら、まあ、スペースあるんでタイヤももうワンサイズ上げてもいいかもしれないですよね。ビジュアル的にも少しあの扁平薄すぎな感じしません？します、します、はい。少しペラペラな感じしますよね、はい。まだ銘柄によってこうサイドボードの形違うんで、違うんで何とも言えないですけどね。ただ今回その組む方は結構こう余計薄く見える、はい、リムガードとかがバチンって出てて、その辺を調整してあげてもいいのかなっていう気はします。そうなんですよね、はい、何もこんな扁平のタイヤ入れなくてもと思うぐらいですもんね。早い、早い駅ステアリングのその可変のやつもめっちゃ自然っすね。そんな違和感なくない、ないです、ないです。これだからワーゲンの R シリーズってすごいと思います。はいはい、そうですね。ゴルフもそうです。ゴルフ R とかもいいですもんね。バリアントもそうですけど、はい、これだからガンガン使いたいな。なんかもう走ってもいいしファミリーで使ってもいいし、はいはい、いいですね、はい。ちょっとタイヤの扁平が気になるけど、足元少し変えればキャンプとかにも使えそうだし全然いけますよ。だって荷物めちゃめちゃ詰めるんですよ。荷物入りますよね、本当に、はい、びっくりするぐらい詰めますよね。シート倒したら相当入りますもんね、あれ。いやー、いい車だ。改めて再確認しました。そして会社の車をこれに乗り換えたくなりました。そうですね、はい、社長に言ったらぶっ飛ばされそうです。いや、ぶっ飛ばされますねありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけど、はい、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。あの僕の主観がかなり入ってそうですね、あの 120% ぐらいこう、はい、アピールする感じで喋っちゃいましたけど、はい、車かなりいいですね、はい、あの本当にいい車だと思います、はい、使い勝手とこの適度な走り、はい、これ求める方には最高じゃないかな、はい。まあ、やっぱり高級感だったり求める方には、はい、まあ、もちろん内装の質感だったりとかいろいろありますけど、ね、はい、まあ、その辺を求める方にはかなりおすすめじゃないかなと思います。 そうですね、そして今回のこちらの車、はい、お客様が買い取りさせていただいたお車ということで、はい、まあ元々の使い勝手なんかも、はい、分かっている方から、ね、そうですね、買い取りさせていただいているので、はい、まあ、自信を持ってお勧めできる車種になっております、はい、そして買い取りの方もまだまだ強化中ということで、はい、まあ、こういったいいお車乗られている方、はい、特にご連絡いただければ頑張れますよね。頑張ります、はいはい、ということで買い取りもお気軽にお問い合わせくださいというわけで今回はフォルクスワーゲンティグワン R をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。